l 0系は、東海旅客鉄道が2027年に予定している、中央新幹線開業の際の営業用仕様として、製作された、直期不常式鉄道、超電動リニアの車両である。形式名の、L は、リニアを、令和0系新幹線のような第一世代の車両を、意味する。補助電源にガスタービンを搭載した初期型の900番台と、 誘導充電化した改良型の950番台がある。2011年9月まで走行試験に使用された実験車両 MLX01 をベースとし、先頭車両の形状は MLX01 から 901A をより滑らかにしたものとなっている。先頭車は車体の長さが28メートル、ノーズ部分の長さは15メートルで MLX01 から901を改造した。 MLX01 から 901A と同じ。中間車は長さ、定員とも MLX01 の長弱中間車と同じ。客室空間を確保するため、車体断面は角型となっている。塗装は東海道新幹線のイメージを踏襲した白地に青線を採用する。MLX01 のものとは若干異なり、先頭車前面の青線は屋根上まで伸び、 車体側面の窓上には2本の青線が引かれる。車体側面にはロゴを付ける予定である。12両編成から再び7両編成に戻されて試験を行う l 0系先頭部の黒い汚れはカスタービンの排煙のため、山梨にア実験線での試験走行のため、先頭車4両、中間車10両の計14両が製作される予定。製造は 日本車両製造と三菱重工業が担当する14両の内戦闘車2両と中間車3両の5両が2012年11月22日に車両基地へ搬入され2013年6月3日に台車を取り付けた5両編成の姿が公開されたすでに山梨実験線の延伸後全区間を用いた試験走行を開始しており山梨実験線では 最長12両編成での試験走行が行われる。当初は5両編成だったが2013年9月から7両編成となり、2014年6月25日には12両編成での試験走行を開始した。その後再び7両編成に戻してから、2014年11月から12月までと2015年3月に一般向けの体験乗車が開催される。 2015年4月14日、1日で 4064km の試験走行を行い、2003年に記録した 2876km の24時間走行記録を更新した。同年4月16日、7両編成の試験走行で時速 590km の最高速度を達成し、2003年12月2日に MLX01 が記録した。 時速 581km の世界、鉄道最高速度記録を更新した。さらに2015年4月21日には、時速 603km で走行し、鉄道における世界最高速度記録を更新した。試験車両の開発を手掛けていた、三菱重工業が、発注元の JR 東海と製造コストの面で、折り合いがつかず、商業車両の量産には入らないと報道された。 2018年8月20日付の日経ビジネスにおけるカス。2018年度リニアモーターカー車両の製造は日本車両製造と日立製作所に変更された。改良されたエルレー系950番台。2018年12月に2020年春完成を目指してエルレー系の改良が進められていることが JR 東海から発表された。 主な改良点としては、誘導終電の全面採用による、ガスター便発電機の非搭載化、戦闘形状の最適化による空気抵抗の低減、視認性向上を目的とした全消灯及び前方、視認用カメラの位置の変更、カラーリングの変更である。座席のデザインは、戦闘車、中間車ともほぼ共通で、幅 477mm。 奥行き4 4 5ト、mm、ル、製ズり高さ1 2 3 0ト、mm、ルと、いずれも拡大された。また、荷物置き場については、座席上の荷棚のほか、全座席の足元に、小型荷物用の客室つまぶに、大型荷物用の収納スペースを確保し、さらに、客室つまぶに、大型荷物用の荷棚を設置した。なお、中間車の定員は、最大60名となった。 戦闘車及び中間車が一両ずつ製作され、戦闘車は日立製作所が、中間車は日本車両製造が製作した。完成した車両は従来の編成に組み込み、既存の L0K5 両と組み合わせて6.75車となり、B 編成の一部となった。2020年3月25日に日立製の戦闘車、 L22 から951の報道公開が行われた。同年8月17日に試験走行が始まり、同年8月19日に山梨実験船の設計最高速度である時速 550km での走行試験を実施し、安全上の問題がないことが確認された。ありがとうございます。